はい、今回の動画は同じアプリの新規ウィンドウを素早く開くテクニックをご紹介します。で、今開いているですね、同じアプリのですね、新規のウィンドウですね。まあ、例えばね、今こちらは Excel ですけども、通常ね、一般的なですね、新規ウィンドウの開き方はですね、Excel の場合だとこのファイルのところをクリックをして、で、ホーム画面の中の、例えばね、Excel だったらこの空白のブックというところですね、こちらをクリックをすることによって、こういった形でですね、同じアプリの新規ウィンドウを開くことができます。もちろんね、この開き方でやってもいいんですけども、実はね、もうちょっとね、素早くですね、この新規ウィンドウを開く方法もありますんで、そのやり方をご紹介します。それではね、ちょっとこの、ね、今開いた、ね、ウィンドウの方は閉じてですね、このね、同じ Excel のですね、新規ウィンドウを開きたいといった場合はですね、このタスクバーのところにあるね、この Excel のね、アイコンのマークのところですね、この上でマウスのですね、ホイールボタンのところをワンクリックですね、一度だけクリックをしてください。はい、そうするとこういった形でね、Excel の場合だとファイルからという形でね、やるよりはですね、素早くですね、この新規ウィンドウを開くことができます。で、今回ね、これは Excel の画面を使ってね、解説をしましたけども、他のアプリでもね、同じくね、このタスクバーのところをホイールボタンでワンクリックすることによって、新規ウィンドウを開くことができますんで、まあね、ちょっとした小技ではありますけども、覚えておいてもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。